はい、どうもゴーヤンです。本日はですね、こちら、スーパーマリオメーカーやっていきたいんですけども、まずはね、世界の難しいコースで今一番上に来ておりました、こちらハルート2さん、1さんはどこにいるのかわからないですけど、ハルート2さんの超絶ウルトラムズイというコースをやっていきたいと思います。超絶ウルトラって書いてますけどね、 3% のクリア率なんで、そんなにむずくないんじゃないかなと思ってるんですけど、 3% なんでね、言うてまあまあ 3% なんでね、全然ね、これぐらいはねクリアしていけると思うんですけどもね、なかなかの難易度ですね。多分制限時間もギリギリやと思うんですよね。よいしょ、大したいせい。いやー、ここ、ここ、多分ちょっと早めに飛ぶのがコツやと思うんですけど、2個目が難しいですね。いや難しかった。超絶ウルトラってことないですけど、これ正直ね、ノンストップで行かないと厳しいかなと思ったんだけど、そうでもないんで、まあゆっくり一個一個行っても全然時間的には間に合いそうでしたね。お、タイム更新、やった。次行きましょう。はい、続いてはですね、世界難しいコース上から2番目、ヨッシーアイディアーズということで、ジョーダンさんですかね、こちらのコースを遊んでいきます。ヨッシーアイディアってことは、まあ、若干謎解き的な感じなんですかね。ん、これ食べれるんですかね、ヨッシーの卵って。難しい。食べれない。きた。これを。なるほど。そして。で。これは踏ます必要もなかった気がしますが。お、やべ。え？どういうこと？え？どういうこと？え？え？え？嘘？どういうこと？え、何のコイン？え、これ。ピ。ピ。え？ピ。あ、なるほど。なるほど。これで P を踏んでもらって入る。よく考えられてますね、これ。すごいな。で、次は？多分また P ドアに。P ドアに行かないとダメなんでしょうけども。これは
これはどうしたらいいのか。なるほど、多分合ってますね、この方法で。あー惜しい。ほっほっほっ、オッケーオッケー。で、鍵ドア。あーなるほど、ここで中間で、中間取れない、中間が取れない。あ、鍵、なるほど。で、鍵ドアに入ると中間が取れると。なるほど、なるほどですね。で、すごいな、鍵ドアを取ると中間、すごいな。で、なんかボス戦っぽい曲流れてましたけど、上は何もない。ここも上はいけない。おっと、ガリガリ、うそ、いや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 、ちょちょちょ、マジか。やり直しですね、これは。めっちゃやられてる。ヨッシーでしょ。で、P は踏むしかない。で、これなんでボス戦みたいな曲流れてるんですかね。上は何もないでしょ。あ、なるほど、そういうことか。で、ここでヨッシーがバイバイしちゃうけど、Pドアじゃねえわ、鍵ドアに入って再びヨッシーで、おっと、のー、なるほど。これいる？いる？これ、すごいな。なるほどね。で、一応ファイヤーを食べといて、あれ意味がない。ここからせい。ヨッティー、ヨッティー。あー、なるほど、なるほどですね。ヨッシーを絶対連れてかないといけない。マジか。なるほど。いや、死ぬんかと思った。よかった。優しいですね。優しいですけど、これ、むずっ。ほっ！おー、ぴったり。すごいな。で、バネージャーしたところでヨッシーは連れてこれないから、こっち来たところで、え？いやいやいや、なるほど、これでオッケーオッケー。で、ギリギリ届くんかな？届かなーい。え、これやべえ。これやばいな。おっと、やばいよ。マジか。いやー、これはやらかした。進むこともできず、
いやー無理ですね。最初からやりたくないんで、時間切れを待ってから中間からやり直したいと思います。さてやっていきましょう。どうしたらいいんかな、全くわかんないですよね。どうするんやろな。あ、とりあえずここは普通に行って、でこっからですよね。これ賢いっすよね、ものすごい。でついていって爆弾、よいしょ、ここで入って点火で中間、しゃあまだ中間か。おいマジか、なになになに、いや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 、ちょ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 、あ入ってもだ入ってもだ、これしゃがんでたら、おちょいやばい、オッケー、おしゃで、パウはパウどこ、パウはパウちょうだい、あもう一回、もう一回なのね、オッケーからの、もうちょもうちょもうちょパもうちょ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 、あ、よちょちょ違う、オッケー、くそ、つえで、今度は P を踏んで、お、ゴール見えてる。ってことはもうこれで終わりですかね。おっと、ほっ、よっしゃゴール。いやー、ちょっと予想以上に時間かかってしまいましたね。いやー16分32秒、いやー、まあなんとかクリアできてよかったです。ちょっとね、予想以上に時間かかってしまったんで、次で最後にしたいと思います。と思ったんですけども、ちょっとね、うさささ さんの、とても素晴らしいコースをね、一旦クリアして、ちょっとリフレッシュしてから最後のコースに挑んできたかなと思います。すごいですね。とにかく素晴らしすぎて、もうほんま鳥肌立ちますね。これはどうやって作ってるんですかね、この音楽系のやつって。全くわかんないですけど。では最後のコースいきます。
ではこちらですね、いいねいっぱいもらってるみりんレモンみりんレモンみりんメロン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 レモンさんのコースに行きたいと思います。天井の都市コースということで、天空にいますね。おっとメットゲッツ、おっとせっかくのメットゲッツからのルーズ、おっと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 、どうしたクリボー、なぜそんなところにクリボー、こういうクリボー、おっとクリボー出てきた、クリボーやばいよクリボー、あっ危ね、ガリガリされるかと思った、焦る、え？これは普通にこっちでいいのかな、で上に登っていくと、ナイスキノコ、これは基本的にやっぱ上上登っていく感じなんですかね、ですね、で、あ、鍵がある、やったで、え、鍵があるけど、え、鍵ドアはどこですか、行ってないとこに行きましょうか、あれ行ってないとこなんかあるか、ドカン、で、こっちは？あった。ここに鍵ドアがあると。で、中間ですね。で、ピンクコインが山ほどありますけども。ワンナー。これを集めていかないといけない。何個集めなあかんねんこれ、めっちゃ集めんとダメですね、10コインですか、ちょちょちょ意外とむずい、あぶねえ、ちょあぶねえ、落ちる落ちる、これ、ヨーミンと結構むずいですね。左側に5個あったから、右側に5個ある。というわけではない。で、これ以上は、あれ？え？赤の、いたいたいた、やば赤の大砲がなんか行方不明ですね、どこ行ったんですかね、とりあえず入っていって、ええどういうこと、え？あ、通れるんか普通に。からの？ああなるほど。え、むず、上に行けってことか。ほっ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 。で、さっきのドクロはここにいるのか。ほっ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 。そしてやばいやばいやばい、ちょ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 、やり直し難しいよ意外と、で、あと一個であそこのやつを取れば OK と、
で、お、ブブ。え？どういうこと？あ、なるほど。これ、こいつを動かして。で、ノーミスでいけと。待て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 。オッケー。こういうことですね。これで、さっきの鍵ドアに入る。あれ？しゃあ、ゴールかな？おお、デブデブは、あ、だだだだだ、ほらこの野郎。で、メットはファイヤー。お、ちょちょちょい。しょ。倒せない。え、これはどういうこと？いた！いた！うん、よくわかんないですけど。ピンポーン！ピンポーン！パフ！ピッチアップかい！時間が全然やばくなってきましたけど。鍵ドア。いや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 。おおおおお。やべやべ。やべ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 。やばいやばい。ちょ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 。やばい。落ち着け落ち着け落ち着け、お、やべ、キノコ、おっしゃ、よっしゃ、オッケー。で、そろそろゴールじゃないと時間がやばいよ。よっしゃい。いやー、なかなかにやりごたえのある公式にもありそうな感じのすごいコースでしたね。いやー、1分10秒どうやったんですかね。7分24秒かかりましたけどね、およそ6倍かかってますけども、いやー、すごいコースだったと思います。本日のマリオメーカーここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを、他の動画もいいかな、見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは。